タイネ、エミール。どうした？十回。いいよ。した。カイネ。いや。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのだ。穴が木の板。これを買い。そういう名前。まだそれに初めてなあ、うちにこ外から探索しません。そうだ、エミール。はい。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、アブラン。今我郵便局おかしい、この船は一体ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先さ、これはリンゴが落ちそふうともかく。今の音は上の階から聞く。樽が入り口ん無す分厚いこ普段この公開棚の向こうし待て。大きな金いやそここで魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。何か聞こえてくるぞ。音がいい。勘が、ま、もっと
ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心。奥ま、ともかく、この床。おい、無事か。ここどうやら落ちたと。シロ、ようやく。嘘だ、どうしてあの人が。しっかりね。もう すまなかった。ああそうか。今度ところでちょうどこの、いや、どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだカイネ。いいはずがないだろう。マジ。この子。待て。こいつ。この圧迫。まさか。はい、ああ、その女の子外に。そうだ、つかぬこと包帯を持って、そのそいつに近づくな。そいつは、カイネ、こっちはな、あやつ、船が来る。分かってる。あの穴から外に出られそうだ。雑誌であれ今のうちに、うん、バカな。
七重なんて。いや違う。確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。これは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。どこで何を吹き込まれたか知らない。俺たちを空気満々みたいだな。顔のついた触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。回復したなと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。ならそれ以上に切り刻むだけだ。はい。あいつの弱みもう分かっているんだろう。早く切り刻まなければ俺たちが殺されるぞ。分かっている。おい、あいつの本体は口の中だ。それを叩くしかない。怖いね。でもどうやってあなた方まで行けば。裏口叩く暇があるなら、あいつが倒れるまで切り続けろ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。奴はあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい。人間に刃を向ける気はない。よし、効いてるみたいだ。奴の頭部に膨大な魔力が集中しておると。頭部を攻撃すれば魔力を暴発させられるかもしれん。するのだ。
ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。本当に町の人たちが何にその犯人貴様が気に病む人そうそろそろ俺だまだ報告しないといけない人がいそうか本当に落としたことねえまさか旦那俺たちが嘘や思い出ずっとあの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと聞いなんだこれ手紙あいつが配達員に宛てたものだ汚い字だなおい手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ何だか夢でも見ていたようだおいあんた私に何か言おうですかほらあんたに手紙だ手紙ナンパ船にいたあいつが書いたものだルイーズがありがとうってなんだよこれあれだけ教えてやったこんな汚くて一生懸命だしねどうしてあいつの笑顔が頭から離れないんだあいつの歌が耳から離れないんだたとえ人を食っていたとしても化け物だったとしても
船頭さんが亡くなられて、船頭の彼は奥さんのことを大切に、彼のことは。そうだポポルよ。暗号の解読は進む。中性のケルベロスはポポルさんにもわからない。でも分かったわ。そうそう、通り見てきます。解読は、それと船頭の彼がやった船は。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。本式か、早速。狼が砂漠にいる。不思議だとは思わないか。どうして。奴らは本来森の住人なのだ。砂漠には餌になるものがない。なら何を食ってるかは想像できるんじゃないのか。
か。近々。結婚おめでとう。結婚とは。失礼きた。もし、そういう、つえ、ミラソータサトラ。はじめまして。はい、結果を作るな。よりせれ、やり。ああ。設置された。やれやれ。シロはカイネ、どうした。結婚式な、いい、おーはこのま、変な、バレ。お、どうした。いや、何かし、全明日の結婚式が素敵だろうな。いいな。エミールお嫁、他に何。祝いご、どこだ。それに大切な体育。れちゃうなね、カイネさん。知らん。もう。異形とさつれ。
つは魔法を反射する能力を持っておるようだ。帰り討ちに会うだけだ。カイゼムイオリ。ラフィアガス。ヌン。ザルツ。ザルツ。ゼルガーザルツとゾルキアレル。ゾーデイ。おられきたも。ユリペルアトルカイザムタトデク。ラクルトデク。ゼルガアントイ。カラツグキテテカイザムタリエキューサカイザムラ夫と来てソードリリスダカイオーがあのまま引き下がるとは思えぬな。今にも一人で狼を放っておく。そんな戦うのでさっきのように分かって。戦う。ああだと。狼の群れがどれほどの数か。セルシタイ。分かった。デキュワチュワセ。お前のためじゃない。フィアのためだ。もうタイネス。意見が揃ったな。フェルは。カイズ。ゼルガン。これで。アルテルはトヤリラ。フィディン。フィア、タトサダ、ディ、より、ディ、アッテ、ユ、アンダ。アンダ、いえ、フィア、ロテとやりかきいそできた。と、
食いてゲルだ。エルナール！エルワとカイザルで！カイザルとアイト！フィアアイザルで！フィアジュレセキタトットだ！ゼルガンで！アンダゼルガンヤーリツガッチクリト！カイダウンゼスタルペラ！老体リスラ関係かけてしたすわれ。アルムウキエルトチーギサンってきた。アルム浮き合わせんクユーリエ押してキルタチエククギリスアーガイ。え、カイザムヨーリ生きお辻デクゴユラカイザムチツストジーわくれたしユーリア。こうだったチより歌え。ゼルガンタチトグだ。リー行ってティーエム行くぞ。
ガン！と！海賊です。随時で。ゼルガン、セダト、ヒュッド、アキン、ゲッタイシ！スラエ、フィア、ゾウ、ゲンカ！ポポルのところに戻って話を聞くのだ。どうした？ゼルガーント、シオーリって土地的サキ、ザ・アリチ、シザッタタデ、テッソ、チギュッソ、テンド、チギュッソ。その程度のことなら任せてくれ。おう、タントタトキ。ラムチテタリ。
遊んで去りたいか。フィア、チ、レルサ。セザーアルンゼイイラトデジタルザステイ。穏やかな話じゃないな。ええ、立ち中テルコーズ行方不明者の消息。二人どうしたんだ。いつイーラと金電池ロード遠いやアルテルアチでユチトーゴスと大義へ。分かった。金電と突クダクスラ封印地封印金電とタサチタとウギテールアルトタサラとサスキとサンチザイキテしてさせていると。確かに最悪なことになるであろうな。そうなる前に止めないと。すぐに向かおう。やれやれ、面倒なことだ。何が。盗賊など放っておけばよかろうもの。そうも言ってられないよ。彼らにとっては大切な神殿なんだから。ならば仮面の連中が守りに行けばよかろう。掟に縛られて身動きできないのは知ってるだろう。神殿には入れないんだ。それが面倒だと言っておるのだ。ぐちゃぐちゃ喋ってないで行くぞ。町の人はなんだか元気がなかったですね。狼に襲われて、それに王妃を亡くしたばかりだからな。フィーアさんは皆さんに疲れてましたね。ああ、私たちもやれることはやろう。彼らのために。そうですね。サソリって食べられないんだ。食えるぞ。大昔には油で揚げたりして食ったらしい。串に刺して屋台で売られていたそうだ。詳しいな、シロ。どこで身につけた知恵だ。さあ、我にもよくわからぬ。ただ、時折昔得た知識が鮮明に思い出されるのだ。オケ。何か言ったか、下着女。どうした。これでようやく。ああ、どうした。何。シロ、カイネとエミ魔王との戦いヨナのためとは言って今さらな。おい、聞いていた。カイネ、私たちを置いて。そうです。女僕を受け入れて今度は僕だ。恩返しとかな。だけど。あ、でもヨナさんを助けた後はタイネさんの魔物付きのこととそれを直そう。世界中のグル無駄に食ってやるからな。みんなヨナを必ず助け。それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。
まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。あんたたち必ず帰ってきておくれ。ヨナちゃんのいる場所が分かったんだって。いら、頑張っ。一緒に帰っておいで。いや、ポポルさん行きたい場所い。本日はどんなご用ですか？ありが本日はどんなご用ですか？ありがとう
大丈夫か。いや、体力が減っておる。次は気をつけろ。